辛抱強くなだめてあげれば馬には必ず気持ちが通じる。あなたに教えてもらったおかげで本当にこの子と仲良くなれました。この王家の装備も最初この子にはあまり似合わないかなと思っていたんですが、今ではすっかり馴染んで見えるんです。相手を思う気持ちって大事なんですね。あの向こうには知恵の神ネールより名をいただいたラネールという山がそびえています。弱い17に満たぬ者、知恵なき者として入山を禁ずる。ラネールはそんなしきたりを持った山なんです。力の泉でも勇気の泉でも私の力は目覚めなかった。でもあの地なら、知恵の神ゆかりのあの泉でなら、もしかしたら。根拠は何もありませんけれど、わずかでも可能性があるのなら、私はそれにすがりたいのです。明日私は17歳になります。あの山に行ってみようと思います。